白山大書店ということでやっていきたいと思います。秘密結社フィガム総帥発注でございます。まあ、今回はですね、9月22日の水曜日、金沢発注です。 G3 交流のね、重賞競争ダート2100m のこちらの重賞を、ね、予想していきたいと思います。まあ、ダートの長めの距離の重賞ってことでね、まあそこの一流メンバーというか、まあそこで結果を出してきているメンバーが揃ってるなという印象のレースとなっております。まあそんなわけでね、今回の予想はこんな感じにしてみました。まあ、ネット競馬のね、想定人気順出てますんでね、そちらの人気も書いてありますが、まずは軸がですね、4番のスワーブアラミス、ネット競馬想定2番人気、金量55キロ。まあ人気のマスターフェンサーと3キロ差あるのは大きいですよね。得意の北海道で復活を見せたハーツクライサンクということで、まあ例えばね、あのタイムなんだっけ、あれもね、ハーツクライサンクがね、この北海道のオープン連勝みたいなのやってましたけども、今年はスワーブアラミスがオープン連勝。まあもともとね、スワーブアラミスは、ミシェル鞍上で北海道のね、あのスーパージョッキーズ、ワールドジョッキーズ制して、そこからね、上り馬やってきたみたいなところで、北海道校舎ではあるんだけれども、まあそれにしてもね、ちょっと着順落ちてたの、北海道で復活するハーツクライサンクっていうパターンはね、まあ、あのこれはあったなということで、これもね、軸でいきたいと思います。まあ、そしてですね、紐の1点目が6番のマスターフェンサー。ただこれ、金量58キロが気になったんですが、ネット競馬想定1番人気。まあ、前走はね、この金量で前回交流重賞勝ったんだけれども、まあ、とはいえね、やっぱ最近その金量もあってか成績にムラが出てきたので、まあ、紐までの評価にしておこうかなというふうに思っております。まあ、そして7番名将カズサ、まあ、これも55キロの金量、前々走プロキオンステークスを勝っての55キロ、前走の敗因が58キロの金量だとすれば、まあ、今回ね、金量が減って3キロ減巻き返しと、まあ、プロキオンステークスも56キロでしたしね、カンカン抜きするタイプだと踏めば、これも狙っていけるのかなと思います。まあ、そして8番ミューチャリー、ネット競馬想定6番人気。まあ、帝王賞も4着でしたしね、54キロなら、まあ、地方馬っていうことで、こんぐらいのオズレに本当に落ち着いてくれれば、まあ、狙い頃になってくるかなというふうに思います。まあ、そして10番ヒストリーメーカー、まあ、これも54キロなんですが、ここ2戦ね、勝ち馬から 1.5 秒以上離されたという感じにはなってしまってます。まあ、もちろんね、着順で言えばそんなに影響はなさそうなんで、これも紐には入れておいてもいいかなという形で、軸1と紐4点。まあ金沢のね、重賞なんで、ほぼ南関東の馬か JRA の馬以外は実力差ありそうなメンツになってしまってますが、こんな感じでいきたいと思います。まあ、そんなわけでね、こちら、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。